あるところに、ズンダモンという大学受験生がいました。ズンダモンの家は家庭崩壊しており、通っている高校も学校崩壊していました。そこでズンダモンはいつも図書館に併設された自習室で勉強をしていました。ズンダモンは勉強が好きでした。一生懸命勉強をして、いい大学に合格して、現在の劣悪な環境から抜け出すことを夢に見ていました。しかし、そんなズンダモンの前に、新たな邪魔者が現れます。自習室に、中高生の友達連れや、カップルが来るようになったのです。こいつらはクズです。うるさい、イチャつく、勉強しない。勉強しないし、イチャつくし、うるさい。その上、うるさいのでした。世の中に、友達連れとカップルほど、クズな人間は存在しません。いえ、むしろ人間の皮をかぶった猿と言うべきでしょう。どうして猿が自習室にいるんですか？唯一の避難所を犯されたズンダモンは、怒りと不快感で、気が狂いそうでした。よし、殺そう。ズンダモンは、何度も本気でそう思いました。悔しいのだ！悔しいのだ！殺したい！殺したいのだ！思い切りぶん殴りたいのだ！でも、我慢するのだ！僕は自分の勉強を、一生懸命頑張るのだ！そうして、絶対にいい大学に合格するのだ！こんな、ゴミクズ猿バカチンコ、バカマン子供には、絶対に負けないのだ！こいつらがくだらないことで、キラキラ笑っている間に、僕は自分に厳しく、自分を追い込んで、絶対に学力を上げてやるのだ。一年後に笑っているのは、僕なのだ。ズンダモンは、涙を流しながら、勉強を頑張りました。涙と一緒に鼻水が流れ、鼻血が流れても、連日嘔吐し、下痢をしても、自分を甘やかさず、勉強を頑張りました。そうして迎えた、大学入学試験。ズンダモンの家はお金がないので、国立大学を一校しか受験できません。ズンダモンは、すべての思いを込めて、共通テストに臨みました。しかし、一問も解くことができませんでした。全科目、すべての回答欄が空欄で、オールゼロ点でした。そうです。ズンダモンは、猛烈に頭が悪かったのです。どんなに努力をしても、地頭の悪さは、どうにもならなかったのです。受験した大学は、足切り不合格となりました。一方で、自習室に来ていた友達連れや、カップルといった、猿どもは、慶応あたりに2科目受験で合格し、その後、親の金で一人暮らしを始め、親の金で車を乗り回し、ヘドが出るほど汚い、やりやりチンコと、やりやりマンコになったに違いないのでした。ズンダモンはボロボロに傷ついた心で、彼らのキャンパスライフを想像し、激しく憎悪しました。性愛、友情、遊興、そして金。そこはズンダモンの嫌いなものが、すべて詰まった空間でした。それでも理系はまだいいのだ。でも、文系は絶対に許さないのだ。クソ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 。不相部クソ。はぁうぅ。クション。クション。許さないのだ。しくしく、許さないのだ。